みなさんこんにちは、あいちゃんがんばチャンネルです。今日はプッチ組2月号を紹介します。拍手。いや、ハイカツのポケットポーチ、これですかね。はい、どこだ、こっちだ、こっちか、これだ、これ、これがこれです。はい、次は、はい、どれだ、プリチケですね。プリチケ、これプリチケじゃないです、プリチケ、トモチケ、プリチケ、トモチケ、アクセサリーと洋服ですね。はい、これです。はい、はい、これです。なんだらけお絵かきポスター、あ、ブック、ブック、自分じゃが、こんな感じに、うん、お絵かきが書いて、の書き方があるの、うん、お絵かきの書き方を書いたんだよね。これ1番からガブンニャンだね。一番ニャンだよ。いっぱいある、いっぱいある、あんまり見せられませんって全部見せちゃって、はい、中をまず確認してみましょう。ペラペラです。いいですか。はい、まずね、アイカツが3段が始まりますね。1月22日ここですね、はい、どこでしょう、どこに書いてありますか。こっちですね。はい、ですね、1月22日です。はい、これ第3弾が始まる、始まります。ゆなちゃん頑張ってね。はい、頑張ります。はい、はい、頑張ります。で、その時に新しい、藤原みやびちゃんが桜色家電、はい、そういうブランドが新しく出ました。はい、それとプリパラの情報とかいろいろ載ってます。いいですか、こんな感じです。妖怪ウォッチも載ってましたね。ではあんまり見せられません、うん、はい、じゃあペラペラペラ、これぐらいにしておきましょう。拭いといたら目がグラグラで。振り付けを開けます。振り付けと振り付けを開けます。はい、いきます、せーの。はい、こんな感じです。王女ソフィーちゃんとその上が誰かな、わかんない。ソフィーちゃんとコスモ、コスモちゃんって誰、わからない、初めて出た、ここじゃないの、ともちけ。はい、そうです。はい、裏がこんな感じです。火曜日やってるよ、プリパラ。はい、してます、してます。アイカツのポケットポーチ、はい、じゃあ、すごい可愛いデザインです。可愛いデザインが。で、裏側に、まあ、この辺サスペンダーみたいな、こう、つけられるようになってます。はい。いいですか。ここで、パチン。そうすると、吊るしていけます。はい。デザインも可愛いね。うん。それと、チャックを。外せます。で、この中にハンカチとか入れられます。そうですね。こんな感じです。結構奥行きがあって深いです。はい、はい、今日のフラッグはこんな感じです。はい、で、はい、これで紹介を終わります。チーユーグッバイ、チャンネル登録よろしくね。バイバイ、学習参加してね。バイバイ、バイバイ。